2025年2月某日、車を走らせ冬の森へやってきました。目的は枯れ枝採集。アリたちの野外活動が期待できない冬の季節であっても、アリを観察採集できる方法です。枯れ枝採集で狙うのは冬眠中のアリたち。寒さの厳しい冬の間は、多くのアリたちは巣にこもり、ほぼ活動を停止します。土中に巣を作るアリたちは地中深くに、枯れ枝などに巣を作るアリたちは枯れ枝内に密集して寒さをしのぎます。観察者目線で言えば、土中深くを探るのは難しく、枯れ枝などを探すのは比較的容易と言えるため、冬眠中のアリ探しには枯れ枝採集が適しているわけです。樹上営巣性のアリたちが巣ごもりをしているのは、中が空洞になった巣として活用しやすい枯れ枝。さまざまな枯れ枝からアリを見つけることができますが、代表的なものは大小さまざまな竹やイタドリ、アジサイなどの枯れ枝。これらは内部が空洞となるため、アリ探しをする際の狙いどころとなります。これらの枯れ枝が見つかったら、さらに見ていきたいのはそれぞれの枝の枯れ具合。枯れて間もない若い枯れ枝は硬すぎるため、アリたちにとっても活用しづらい状態です。反対に、枯れてから時間の経過した古い枯れ枝は手でも簡単に折れる硬さのため、アリたちが中に入り込みやすく、このような枯れ枝から高確率でアリのコロニーが見つかります。それでは枯れ枝採集に出かけましょう。今回は枯れ枝採集にお誘いくださったアリ友達のネゴリンさんと我が家の奥様、合計3人で楽しんできました。
この日の探索はここまで。枯れ竹とイタドリを中心に6種のアリたちを見つけることができました。枯枝採集では同様の探索を行っても地理的な要素の違いによって出現するアリの種類が変わります。いろいろな地域でいろいろなアリたちと出会う経験を重ねれば、きっとアリへの理解が深まり、自然観察もより楽しくなるのではないでしょうか。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。